が悪いかもしれませんが、こんにちは、電波悪くないですか？こんばんは、電波悪くない？大丈夫？こんにちは、皆さん、こんにちは、こんばんは、こんばんは。最後の、本日最後の配信、テロップがしました。あ、テロップが長すぎます。コメントが長すぎます。どうしよう、めっちゃ皆さん、こんばんは。あ、激辛おやじさん、ありがとう。城、お城、お城。あと、ケビンちゃんもお城ありがとう。お城が2個立ってる。すごい。やったー。ありがとう。ありがとうございます。あ、ね、また2位になってるよ。やばい。めっちゃ2位になっちゃう。なんでこの辺2位になるんだろう。1位になったのに。1位になってたのに、悲しい。こんな1時間やってないだけでもう2位になってしまった。悲しい。約束したので見に来ました。ありがとう。はじめまして。どうも、こんにちは。SK48 の水野愛理です。よろしくお願いします。お嬢さん、くまちゃんありがとう。ねえ、どうしよう。もう2位になった。1位だったのに。ねえ、なんで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 ってなっちゃってるよ。みんな星投げてほしい。こんにちは。なんでなんでどうしてどうして欲しいって言ってる。そう、欲しい。欲しいを投げて欲しいんです。企画説明します。ですね。このイベントは、欲しいを投げていただくと、この多分、あ、みんなには見えてないのかな、この画面。見えてるよね。多分、画面の左に、左の方にですね、この仮面詐欺ロペ、イベント、という感じで多分書いてあると思うんですけど、なんとこれは1位がね、なんかその今声優オーディションというものをやっていまして、1位になるとその声優ができる権利があるですけど、2位から6位まではですね、あの2人、その2位から6位の中からまた2人選ばれるんですけど、1位は確定しているので、私は1位を狙っているんですけど、これはですね、皆さんが欲しいとか、あの有料アイテムとか、そういう、ものを投げてくださると、それがポイントになります。そう、でも、Twitter か Facebook と、このショールームをですね、連動させないとですね、星を投げても意味のない星になってしまうので、ポイントとしては反映されなくなっちゃうので、連動してない方はまだ、はい、ぜひ、やってみてほしいなと、思います。思います。そして、そしてなんと、1位になりました。イエーイ！ 1 位になりました。
やったよ。1位になった。逆転だ、逆転。ありがとう、みんな。みんなありがとう。嬉しいね。嬉しい、嬉しい。ありがとう。やった、やった。ありがとう。1位になった。そう、ということで、今日はあり、本日最後の配信になります。最後の配信はですね、何時までだかわかんないけど、切られるまでね、最後はやっていこうと思うので、ぜひまあわかんないよって方は、あれですね、星を投げてください。星がなくなっちゃったよって人は、また違うルーム、違う配信の人のルームを見に行くと星がもらえるので、星集めをしてきてほしいなと思います。そうなんですよ。なんと。嬉しい。やった。みんなのおかげです。ありがとう。そして私はリップの艶を出します。艶を出します。ありがとうございます、皆さん。うん。なんか変な雰囲気。うん、アンドレンさん、コウジさん、ハートありがとう。嬉しい、嬉しい。そう、1位になると、なんか、映画館とかでも流れたりするみたいです。どうやら。私もさっき知ったんですけど。明日の配信はですね、どうしよう。明日レッスンがあって、ちょっとできるのかわからないので、明日はちょっと告知ができなくなっちゃうかもしれない。もしかしたら唐突にしか始められないかもしれなくて、朝やろうと思います。朝、うん、何時だろう、8時とか8時ぐらいからやろうと思います。8時は早いかな。9時で、いや9時、あでも30分、わかんない。でも明日は30分を6回できないかもしれないので、もしかしたら1時間やっての方がいいかもしれないので、明日はどうしようかな。9時でいいや。10時にします。10時から配信したいと思うので、よかったらね、10時とかなったらにしちゃんの配信スケジュール参考にしてみて。いやでもあれなんですよ、別ににしちゃんと同じレッスンのスケジュールじゃないから、アイリはアイリのスケジュールがあるので、でき多分見てもあれかなって思うんですけど、10時、昼の10時ぐらいにはやりたいなと思います。多分わからん。あ待って、明日レッスンじゃないよ、明日は握手会だよ。待って、それ明後日の話だ。待って待って、時期ちょっと頭がおかしくなってた。明日はどうしよう。明日は、明日の握手の部は何時でしたっけ、メリー。アイリの明日の部は何時からでしたか。あ、それ明後日だ。明後日でした、私。おかしい、頭がおかしくなっちゃった。握手会後の話ではありません。皆さん、今のは忘れてください。明日は握手会でした。今日と同じ感じ。いや、多分、部がまた明日は違うので。ちょ、パニック。明日のことを考える配信、確かに。明日のことを考える。明日アリの握手会来る方いますか？欲しい。朝吉さんくん、ありがとう。今日は終わりですか？
今日は今始まったばっかです。21時から配信なのでまだ終わりません。明日の作戦会議ですね。そう、明日の作戦会議をしたいのですが、明日の愛の握手の部がわからないので、明日の握手の部を教えてほしいです。明日5部って何時？8時から8時半、10時から。あ、でも今日多分明日集合が13時とかだと思うので、その前とかの8時、8時から、なんだこのコメントは。8時から8時半、10時から帰らないといけない時間もね、あるから。15時から16時半、多分13時までにはの前、13時より前の時間にやりたいんですけども、だから何時にしよう。メイクとか握手そのまま行かなきゃいけないから13時だから、どうしようかな。11時とか、悩むな、これは。どうしよう。11時、13時までに3回。でもあれメイクしなきゃいけないの、だからてか起きれるかわからんから、メイクしながら配信はやだです11時ぐらいに配信できたらいいなと。メイク配信は絶対嫌だ嫌だあれだって朝起きて、だって髪の毛もやらないといけないから、ちょっと手でもいいよ。アリが嫌だ。8時から8時半、早くない？早いよ。そんなめっちゃやるじゃん、朝から。朝からやっても人こんかったら意味ないんや。よ。てか、でも本当に眠たい。いつ初見。初見。ありがとうございます。つまりです。何時にしよう。10時半とかから。10時半とかからでもいいですか。10時半、10時半でどうしようかな。10時半で11時までやって、あ、じゃあ10何時までした方がいい。30分配信は1日6回やりましょう。だから6回できないから、あれは1年間でやろうって言ってるの30分ごと12時。10時。どっちと。10時半からやって11時半までやるってこと？15時からで、2時間メイクだと13時。
どういうこと？違うんだってば。握手が15時から始まっても集合時間が13時とかだったら、あのそれまでに全部もう準備を終わらせて出ないといけないから、そう、握手が15時でもそれまでに会場にいたりしてないといけないから、どうしようかな。10時半でやって、その時間が一番人来ないの？10時半が一番人来ないんですか？一回髪に髪ないよ。本当ありがとう。そう、今は1時なんですよ。10時から10時半、12時から、10時から12時半。めっちゃやらなきゃいけなくない？でも明日さ、新幹線乗って帰らないといけないので、その時間どうしようかな。どうしよう。な、配信できるのかって、帰る時の時間見とけばよかったどうしよう、連絡メール見とけ。それくらいの覚悟なんて勝てないと思われる。何、新幹線の中でやれって言ってるんですかどういうこと、ね、新幹線の中ではちょっとやばいかなって思うんですけど、だって早起きしたところでさ、見に来てくれなかったらさ、意味ないんじゃないの？連絡メール今見れないの？だって連絡メール見たら画面消えちゃうから。帰ってきて、帰りが何時になるか分かんないからな。マジむずっ一旦保留にして後で SNS でしょ。でもあれバカだから、多分今みんなと一緒に考えないと考えないから一緒に考えてください。配信しないで全然いいのでは。確かに、分かんない分かんないよ。何時に会場出るんだろう。どうしよう、分かんない、もうやだ。これは大変だ。愛の握手って15時からでしたっけ？15時から何時まででしたっけ？15時半だっけ？スケジュール予定で13時集合、18時帰るで決めよう。16時半までってことは、
早く秒で会場を出るとしても、それ以降はどうなるのかな、できないのかもしれない。何時に出るんだろう。連絡メール見たいんだけどさ、これ切ったらダメだよね。ダメだ。でもこれでアリが会場出るの何時です、何時の 何時に会場出るからこれまでとか言ったらもう、ここもう情報ダダ漏れになっちゃうから言えないわ、どっちにしても。ね、帰りの時間を教えることになっちゃう。帰ってからは時間的に無理でしょ。確かに。だから、うん、やっぱアリがスケジュール考えるしかないよね。そうなんだよな。難しいんだよ。難しいんだ。帰ってから時間的に無理そうじゃない。うん、帰ってから時間的に。どうしよう。同室の方に相談したら、同室の方いないの、まだ22時までしかできないのか、それな。多分帰りはできないよね。なんか最悪さ、1時間単位でさでやらないよりはマシだから、何時にしてよ。連絡メール見てきてもだって無理じゃん、教えられない。星集まらないよ。星じゃダメよね。でも朝嫌だもん。だって朝メイクして配信するってなったら、だって2時間準備しなきゃいけないんだよ。したら、じゃあ8時にやりますって言ったら、あるいは5時に起きないといけないんだよ。違うんだって。まあ、みんな可愛いからさ、すっぴんでできるけど、あるいはできないもん。みんなもしてるようじゃなくて、みんなはスピンでやってるでしょって。アリはできないの。アリはもう自分の顔に自信がなくなってしまったので、できません。うん、だからマスクでいいの。なんかマスクしたらさ、失礼って言ってきた人いるけど、もいいのか。マスクでいいならいいんですけど、でみんなわからんのだよ、それは。みんなはそれはわからんのだよ、多分。絶対でもさ、コメントでマスク取ってよって言ってくるやん。ね、
鋭い。だからやっぱり どうしよう。みんな何時がいい？わかんない、もう。ってなっちゃってるから、無視無視、ちょっと黙ってる。ラジオ配信してる人もいるし、でも朝はしか無理なんでしょ。そう、朝しか無理。何時までだから13時までには終わらせないといけない。だからそれまでの間ですね。本当だから3時間その朝はやりたかった。姉ちゃんの希望は、姉ちゃんの希望はメイクして完璧な状態で配信したいです。配信も大事だけども、見えなくつき合いも大事だから、それはそう。ダメ配信、一瞬星投げすると1時間は集められない。できることをコツコツやってきましょう。8時から30分、10時から30分、12時から30分、次1時間30分しかないよ。朝3枠やったとして、それ以降はどうするのって話じゃないですか。ね、本当はゲリラが一番いいんだけど。明日は握手会のあと夜でいいの。夜は握手終わった後すぐ帰らないといけなくなっちゃうかもしれないから、そうなるとえっ、ー、と22時過ぎちゃう気がする、家に帰るまでに。12時半からが集まりやすい。まだどうなの？22時、朝以降はできるときでいいよ。確かに、できる配信の時間だけ決めて、今日もだってそうか。今日もできる時間だけ決めてたから、そうだね、できる配信の時間だけ決めて、今日みたいにしてちょっとだけ1時間前とかに発表できたらいいんだもんね。だから8、試験です。試験さん、どうもありがとうございます、来てくれて。なので、何時にしよう。8時、あってことは、ありちゃんは明日
しくするよ。時間の約束できるだけやってください。8時先に行く。マスク取って無理やだ8時で。8時なんだっけ、さっき言ってたあのなんだっけ、8時とあと何時ですか、9時半、あ違う、8ん9時、えみんな言ってたの8時がいいんですよね。8、9、10じゃなくて8時、10時、12時オッケー、じゃあ8時、うん、オッケー。え、でこれ30分やればいいの？全部30分刻みでやればいいんですか？オッケー、分かった。じゃあ8時、10時、12時で配信します。ちょっと紙ないの、紙紙紙、あ、あった。8時8時、10時、12時 OK、 8時、10時8時、10時、12時でやります。みんな来てください。したらアイリも起きるので、みんなも起きてください。明日は私は6時に起きます。じゃあみんなも8時に絶対来てください。え、絶対アイリさ8時半やってさ、8時半から10時の間で絶対寝ちゃったら終わる。どうしよう終わるわ。今日早く寝なきゃ。だから、大丈夫よ。寝たらどうしよう。寝ちゃったらさ、やばい。え、起きたら集合時間だってなったらどうしよう。だって今日も5時起きだったんですよ。今日も本日も5時起きからの握手して、もう今日はもう本当に眠い日眠い日。昨日その前がまずオールしてしまったのがバカで、応援して静岡に行き、その次の日に5時に起き、現在6時に起きようとしているというのことで、やばいんですよ。寝なきゃ。起きなきゃ。そうなったらゲリラするしかね、本当に。健康になりそうだよ、もはや。
原不健康か。いや大丈夫、8時と10時と12時ちゃんとやるんで、みんなちゃんと絶対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 来てください。絶対。だからアリはその時間に起きるので、みんなは星をもう投げて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 ください。うん、その後のスケジュールはちょっと分からんけど、どうなるか。紙に書いたので、誰か画像作ってくれませんか、明日のスケジュールってなると。やっぱ考えといた方がいいのかな、今8時10時12時、あとその後は13時に出勤。うん、どうしよう。みんな聞こえる雨の音。明日帰る時間がわからないからやだ。どうしよう。帰る時間を把握できてないという、夜はゲリラでいいんじゃない。確かにみんな夜はゲリラでやるから、みんなはショールームのアイのルームのフォローをしといてほしいんですよ。通知フォロー通知してると、アイが配信した時にすぐ分かるようになるので、フォローをね、ルームのフォローをしていただけたらいいなと。突然始めるのはなし、保証たぶ、そんなこと言ったってどうしたらいいの。じゃあゲリラできないじゃん。ゲリラできないじゃん。そう、あとアリのツイッターもフォローお願いします。アリのツイッターでも告知はするので、多分告知はアリのツイッターのみになると思うので、ぜひぜひ。うん、ツイッター見てくれてたらわかるかな。そう、だからツイッターの通知を取ってくれるのが一番ありがたいかもしれない。この時間にやるよっていうのをお知らせするので、今日みたいな感じならいいんでしょ。今日みたいな1時間前に告知するぐらいのだったら大丈夫なんですか。今の時間分かる人います？ただいまの時刻を教えてほしいです。もし21時からできそうならせめて、ああ流しちゃった。21時39分、これ22時までできるのかな。みんな星投げて。アドレさん、ハートありがとう。21時40分ありがとう。この配信がラストの配信になるので、ぜひよかったら星とハートとかなんか、あの、はい。3時間の残り何分、何分ん、今日最後50の、ありがとうございます。明日の午前中は1時間配信で OK。
明日の配信は1時間配信じゃないよ。明日の配信は8時と10時と12時を30分刻みでやるのと、あとはもうあのお知らせを、そのスケジュールがまだちょっとわかんないので、できそうになったらやります。30分ずつ OK。あと10分で3時間オーバー。やばい、オーバーしちゃってもダメだもんね。こんばんはに、イベントランキング1位おめでとう。ありがとう。1位なの今は。でももうちょっと、もう追い抜かれそう。あ、うん、ゴチさんハートありがとう。エゴです、ポテトさん。ダルマありがとう。マグさん、花束ありがとう。そう、何時間、ああ、流れちゃう。強制終了になると噂を聞いた。強制終了になるの？大丈夫かな、じゃあ。何時にできるかなと。ね、14時とかさ、15時とかその間らへんやりたかったんだけど、無理っぽい。15、16、17時とかね、やりたいんだけど、とりあえず8時、10時、12時は決まり。そう、とりあえず8時、10時、12時はもう明日の朝は絶対に皆さん来てください。アイリも頑張って起きるので、みんなも頑張って一緒に起きましょう。それでね、よろしく。うんうんうん、音波ありがとう。ひげおさはとありがとう。うん、これあと何分で終わりますか？壇上の人たちのランキングを読もうと思うんですけど、名前を。10時ごろ眠くなりそう。多分もうダメだと。多分8時が一番眠いでも。あと17分、あと17分ですね。あともうちょっとしたら呼びます。ありがとう、みんなハートとか星とかいろいろありがとうございます。あっという間だ。この作戦会議立ててたらもうあっという間に終わっちゃうという。とか言って今日もおろしそうだな。いや、もう寝る。とりあえずもう兄はお風呂入って、もうこっちゃんが帰ってくる前に寝る。いや、こっちゃん帰ってくるのは待つ。嘘。これ時間どこで分かる？教えてくれ、ごめん。教えてあげてください。2週目完了、ありがとう。うん、じゃあね、壇上の人たちを呼びたいと思います。13位、児玉さん。12位、江戸よっしー。よっしー。何？C じゃないよね、ヨスイーさん。11位アンドレさん。10位リカオンさん。9位マグさん。8位がアサキチさん。7位カズカズさん。6位ウッドベルさん、5位コウジさん、4位トシイボさん。3位めぐみさん、2位リカオンさん。1位ケビンちゃんってなってます。こんな感じでですね。はい、ありがとうございます。たくさんいろいろ投げてくださってありがとうございます。止まった世界が。ありがとう、ありがとう。パチ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 、ありがとう。すごいよね、だって壇上にさ上がるだけでもさ、めちゃめちゃね、投げないといけないだろうし、ありがとうございます。
でもね、その壇上に上がれなかった人たちもたくさん星とか投げてくださって本当にありがとうございます。明日は8時、10時、8時、10時、12時だね。あれ、ケビンちゃんがあれ、お城をくれました。ありがとう、城が増えたぞイエーイ、城が増えた、城が名古屋城が増えたよ、ありがとう嬉しい、ありがとう、城が増えた、キミちゃんありがとう、ずっと1位にいるね、ありがとう。キミちゃん明日もあるから、明日も皆さん8時ですよ、8時みんな絶対8時はもう本当に、うん、8時はもう絶対に来てください。ね、10時も絶対来てもらって、はい、10時もね、あと12時も10時も12時もお願いします。親父さん、これは何だ、玉手箱みたいな、ありがとうございます。もうケビンちゃんじゃなくてケビン様だね、確かに。ケビンちゃんだって、ケビンちゃんの周りめっちゃお城立ってんもんすごい豪邸だよ、豪邸。そう、明日8時に待ち合わせ、そう、明日8時にここ集合でお願いしますとね、10時と12時もこれまだ終わんないね、配信多分もうちょっとあるのかな。したらこれなんて書いてあんの？ケビンちゃんのコメント英語でわからん。誰か解約してほしい。47分。握手会、あ、いけない分、挑戦無視編頑張ります。ありがとう。サノって呼ばないでって。みんなやめて。ケビンちゃんだから、本当に。ケビンちゃんなの、ケビンちゃんのか。みんなも来てくれてありがとう。すごいいっぱい、こんなにアイリの画面に城が立ってるのすごくないすごいすごい。2位までの結構差があるのかな、これは。ちゃんは名字やし。インパクト、インパクトすごい。